皆さんこんにちは、八田エミリと申します。ついに竜が如く5来ました。久々竜が如く。ここにパッケージがあるんですけど、今んとこね、冴島さんがね、坊主になってんだよね。楽しみ。今までは1,0,2,3,4ってやってきました。で、今までやったゲームのやつ再生リストあるので、ぜひ気になる方やってみ見てみてください。じゃあ行きましょう。ニューゲーム、とりあえずノーマルかな。あ、祇園の鈴、錦鯉のお守り、黄色い竜の晒し。あ、これあれやな、関西の竜やな、きっと。これ今までのゲームやったデータがあるからいろいろもらえるんだ。アスガー特製マフラー、札束のお守り。これ秋山さんの撃たれた時命拾いした札束やな、多分。うわー、どこここ、服屋とは書いてある。カムロ町じゃないよね、多分。2012年12月、福岡長洲町。今回福岡なの？あ、方言が聞こえる。お、堂島大吾だ。いごつい。大吾おるたい。わ、赤い軍団がいる。何これ、行こう行こう、バトル。お、車がやってきた。大悟の車。お帰りなさい、堂島会長。ああ、それでは斑目組長、例の件ご検討ください。例の件、なかなか信用できるお方のようだ。お、ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。ほう。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。ふーん、お、まだらめ、ただし山笠組組長だって。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。ほう、渋い目つき。郷にいらば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。そんな差あるんだ、数に。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど、度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで登場会の近代門を背負うだけのことはありますな。お、杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、礼儀正しい。物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。この赤い人たちは山笠組ってこと？おい、怖そう。
あ、礼儀正しかった。あ、今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。へえ。あんの呼吸すごいね。おお、ご無事で何よりです、会長。青山さん、青山組組長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、うん、それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ、少しは一人で息抜きがして。うん、安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、誰だ？うわ、怖っ。いかつい二人とも。見張れって。え、なんか悪そう、今の人。タクシー。乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。うん、前の車からお願いします。そういう決まりなんで。これキリーちゃんの声じゃない？どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはず。このお土産絶対キリーちゃんじゃん。え、タクシーの運転手やってんの今？どういうこと？キリちゃんだよねこれ。ほら後ろ姿も。どちらまで？適当でいい、軽く流してくれ。タクシーやってんのキリちゃん？安全運転だ、めちゃくちゃ。みんな福岡大集合じゃん。え、大悟知ってんのかな、飛龍ちゃんって。怪しすぎるでしょこれ。え、鈴木太一。え、写真も隠してんじゃん。あり？うわ、いい街だ。この街に人が集まる理由がわかる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。え、半年。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。うわ、怖い怖い。残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが。
実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。うん、何も言わない。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。キリュウちゃんだよね、あれ。実は私東京でとある会社を経営してました。うん。従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。うん。ここ数年の景気の悪さから一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。ほう。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。関西って同時場の関西の理由だよね。時代に取り残されていってしまう。名前忘れたけど、そんな危機感を持った我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。独り言すごい。だが実は今そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。うん。原因は先方の社長の病気にあります。病気？余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。あら。その社長さん大変理解のある方でしてね、私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし、当然次の社長が選ばれることになるわけですが、うん、その候補というのがこちらにとって少々厄介な方々で。ほう。ずっと聞いてるよ。候補は3人、腕一本でのし上がった副社長に大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵子の取締役。うん。タイプは違えど皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのはこちらの存在をよく思ってない、つまり好戦的な方だということです。うん。そんな方たちが次の社長に就任したらこれまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。うん。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方とも手を結ぼうと思いましてね。なるほどね。M&A 九州合併というやつです。うん。万一の事態に備え少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう。うまく話がまとまってるといいんですが。めっちゃ喋るじゃん。初対面でしょ一応。すごいで大吾。止まった。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。ドライブ、歩いて帰れとでも言うつもりか。あいい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目。お、バレてた。わあ、曲が入ってきたぞ。バレてた。
あ、ダメだよ、ポイ捨ては。おお、ここでこの文字、おしゃれ。なんか映画みたいだね。うわ、ドライブイン、そば、うどん、いいな、ドライブイン。これはキリュウちゃんかな。キリュウちゃんだ。はい、かけいっちょ。いいね。おお、キリュウちゃんだった。本当に参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。タクシー仲間。はい、かけそばお待ち。美味しそう。立ち食いなんだここ。コンテの番組よか見るね。ああ、最近多かね。うち娘もよか見とよ。お、これあれやろ、プリンセスリーグとか。いいよ、はるかちゃんじゃん。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。アイドルしてんの、はるかちゃん。めっちゃ可愛く成長してる。あげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。いるよ後ろに。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。あ、やばい、怒ったよキリちゃん。めっちゃタバコ吸ってる人がいる。誰だ？はるかちゃんアイドルやってんだ。誰だ？第一章、桐生一馬。人の名前、縦文字だ。漂白の地、かっこいい。流すタクシー、すごいリアル。おお、えらい、掃除してる。頑張ってんだタクシーで。おお、あ、最近レトロ。売り上げです。ああ、鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。社長、ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。優しそう、社長。福岡弁いい。今日列の途中じゃったのにお客さんば乗せていったやろ。
うん、天神交通からクレームの来とばい。クレーム？ああ。うちん会社、特に保管会社から名場つけられとうとかあるげん、チコッと気場つけて、ね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかったよかった。俺が今から菓子折りでも買うて先方に詫び入れてくるけん。へえ。そんな、私が行きます。よかよ。これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう？それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所はわかると？祇園通りの西にあるけん。わかりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。はい。わ、天神交通へお詫びに行かなければ。なかなかこういうキルチャみたいな人いないよね、今の時代。天神交通へ向かえ。お詫びに行くのに手ぶらはまずいな。手持ちのもので良いものがあればいいが。なければ手土産でも買ってから向かうとするか。天神交通は祇園通り西にあるんだったな。うわぁ、福岡の街探索行ったことないからすごいワクワクする。キリちゃん半年前から福岡にいんのかな。なんかめっちゃ笑ってんだけどこの人。え、寄ってる女？さっき草道路に飛び出したら草車に行かれそうになったとバリ受ける。キャー、おじさんも気をつけり。方言がすごいんだけど、今の若い人たちもこんだけ方言使ってんのかな。手土産といえば、あ、ここ福屋は本店とか書いてあった。今何のお店？お、もしや明太子じゃないこれ。いらっしゃいませ。あー、明太子だ、おいしそう。レギュラー1個買っとくか。はい、ありがとうございました。いいね、食べたい。よし、ここが天神交通。天神交通、ここだな。よし、謝りに行こう。用意した手土産、これを渡せば社長さんにも気持ちが伝わるよな。大丈夫。よし、行こう。怖いのかな？失礼します。天神交通の社長さんにお会いしたいんですが。太った運転手、何ね、あんた。社長は俺やけど、広っ、ここ。私、長洲タクシーの鈴木と申します。本日私が客待ちのルールを守らなかった件でお叱りをいただいたということでしたので、お詫びに伺いました。渋。そうか、あの時あんたか。あんたあの中島んとこの社員か。社長が社長なら社員も社員やね。え、ひどくない？非常識な連中ばっかたい。そんな、どういう意味でしょう。社長の中島の教育がいい加減やけん、お前みたいに平気でルールを破るようなやつが出てくるとやろ。え、いえ、うちの社長は。そもそもがあの中島にしたってもともと素性の怪しか男たい。そんなやつのやってる会社なんかろくなもんじゃ。めっちゃ言うじゃん。社長さん、それぐらいでどうかご容赦か。あ、なんね。中島から日頃ルールの遵守は厳達されています。今回の件はあくまで私の至らなさが原因です。今後気をつけますので、今日はこの辺りでご勘弁願えないでしょうか。しっかりしてるキルちゃん、こちらはお詫びと言ってはなんですが、明太子パンチしよう。レギュラー。お、こりゃあ、ええもん。まあ今後は公言ことがないよう頼みますよ。はははあ、気分治った。イチコロ、申し訳ありませんでした。失礼します。明太子パワー強っ。もしもし。お疲れ様です。鈴木です。今、天神交通へお詫びしてきました。うん、そうね、そうね。大変やなかった？ええ、まあ、なんとかなりました。
いや助かったばい。本当んこつ言うと俺天神交通の社長さん苦手なんよね。そうでしたか。やけん鈴木さんが言ってくれて正直助かったばい。うん。いえ今回の一件は私の責任ですから。キリちゃんの携帯の位置高。当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。素言律儀に謝られるとまいるばい。ま、過ぎたことはしょうがないけん素言落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。ちょ待った今日給料日やろ。給料日これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。仕送り。ええ、まあそういや今まで聞いたことなかったばってん。地元に家族でも残してきとうと。いや家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。うん、まあんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。うん、俺は鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。優しい。お気遣いありがとうございます。だけんくさそげん行々しい口に聞き方せんでよ。まあよかたい。とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。はい、わかりました。この社長さん大好き。優しい。まずあそこのコンビニで仕送りしていくか。はるかちゃんに仕送りかな。これ偉いな。